今日の一戦に1次リーグ突破がかかる日本、カタールアルライアン競技場です。引き分け以上で勝ち点を挙げれば日本のベスト8進出が決まります。第3戦の相手は過去何度も激闘を繰り返してきた相手、サウジアラビアです。解説山本昌邦さんです。山本さん、はい、よろしくお願いします。敗退が決まったサウジアラビアですが、決して簡単な相手ではないはずです。まあ、西アジアの中では最も強豪、そしてこう力は本当にありますから、乗せると怖い相手だと思うんですよね。まあ、そのあたり先制点の行方というのは本当に鍵になると思います。日本の今日の第3戦の、それではスターティングメンバーをまずご覧いただきます。ゴールキーパーは前の試合で川島が退場処分になりましたので、若い西川が守ります。ディフェンスは前の試合と同じメンバー、右から内田、吉田、今野、長友の4人です。中盤、ゲームをコントロールする位置に長谷部と遠藤、ベテランの2人。そして今日は中盤の前の組み合わせが変わりました。本田と松井に代わって柏木と岡崎が入り、香川と3人。そしてあくまでもフォワード前田にこだわっている感じのザッケローニ監督のメンバーです。山本さん、はい、怪我人もあってメンバーが変わりました。はい、特に2列目の、メンバーと、ポジショニングがどういう風になるのか、この辺りがどう噛み合うのか、ある意味楽しみな部分もありますよね。いいパフォーマンス期待したいと思います。選手たちの試合前の表情を見ていかがでした？非常にこう一つこう、先が見えてきたということで乗ってきた感じがありますので、本当楽しみな感じになってます。そうですね、ロスタイムに追いついた第1戦のヨルダン戦、 PK で追いつかれた、そして PK で勝ち越した第2戦のシリア戦、第3戦はどうなっていくのか。キックオフは日本時間の午後10時15分です。守りのバランスを取り、そして何よりも勇気を持って攻めるサッカーができるかどうか、そのことがこの後のトーナメントの内容とタイトルの行方を左右してきます。日本サウジアラビア戦の試合開始を待っています。アルアヤン競技場です。日本代表の今日の戦いの中でザッケローニ監督が掲げたテーマは勇気とバランスです。強豪サウジアラビアの攻めに対して守りのバランスを取ること、そして何よりも勇気を持って攻めるサッカーができるかどうか、そのことがこの後のトーナメントの内容とタイトルの行方を左右してきます。放送の解説は山本昌邦さんです。もう一回じゃあ頭から全部ダメなの。これで予備マイク。予備マイクで喋るよ。サウジアラビア戦を待っているアルライアン競技場です。すでに両チームの国旗が入ってきています。日本にとっての第3戦になります。ロスタイムで追いついた第1戦、 PK で追いつかれ、そして PK で勝ち越した第2戦、今日の相手は西アジアの強豪サウジアラビアです。解説は山本昌邦さんです。山本さん、サウジアラビアの監督が常にサウジアラビアと日本の試合は決勝のようなものだという談話を残しました。この20年間もう多くの大会で日本とサウジアラビアは決勝を戦ってきたんですよね。この20年間日本アジアのサッカーを日本とサウジアラビアが引っ張ってきたといいと思いますので、本当ライバル対決、東西の横綱の本当対決という感じはしますね。本当楽しみです。先ほど音声が乱れました。大変失礼いたしました。ここまで1勝1分けの日本、2連敗ですでに1次リーグでの敗退が決まっているサウジアラビアの対戦です。日本は今日は引き分け以上で勝ち点を挙げますと決勝トーナメント進出が決まります。
審判団を先頭にブルーのユニフォームの日本、そして今日は白いユニフォームのサウジアラビアが入ってきました。AFC アジアカップカタール2011、両チームにとってこれが第3戦、日本にとってはベスト8進出がかかる第3戦になります。川島に代わって入っている西川の表情が見えています。試合に先立ってまず両チームの国歌が流れます。サウジアラビアも日本もこのアジアカップでは3度ずつの優勝経験を持っています。アルエアン競技場に君が代が流れます。同じように今日も選手がピッチの上でもそしてベンチの中でも肩を組んで国歌を聴きました。日本です。日本とサウジアラビアの過去の対戦成績を見ますと10試合を戦って日本が6勝1分け3敗とリードしています。そしてこのアジアカップでの両チームの対戦を見てみますと広島の92年の大会、レバノンの2000年の大会、いずれも決勝で日本が1対0で2度勝っています。ただ前回のハノイでの準決勝は3対2でサウジアラビアが勝っています。今日の日本のメンバーです。西川がゴールを守ります。内田、吉田、今野、長友、中盤に遠藤と長谷部、その前に香川、柏木、岡崎、この3人の位置関係はどうか。そして前に前田を置いてきます。今ピッチに散った日本の選手たちを見ますと岡崎が右に、そして真ん中に今香川がいます。まあ、もちろん山本さん、この辺りは流動的に動いてくるんじゃないかと思うんですが、はい、逆に流動的に動かないとなかなかサウジアラビアのディフェンスライン崩せないんじゃないでしょうかね、あのバイタルエリアでこの3人がいい形で前を向くというシチュエーションが重要なような気がします。今ちょうどコイントスが行われているところです。日本は今日も17番のキャプテンの長谷部がいます。そしてサウジアラビアは20番のヤセル・カフターニです。西川は A マッチ、これが4試合目ということになります。日本は前回のハノイでの試合でこのヤセル・カフターニに先制点を奪われたという試合がありました。今日も要注意のフォワードということになります。いや、本当怖い選手ですよ。レフリーはウズベキスタンです。イルマトフレフリー、アスタントレフリーがラスロフ、イルヤソ、そしてオーストラリアの放送オフィシャルのウィリアムスが入ります。前半はエンド右に日本です。ホーム扱いのサウジアラビア、エンド左に、そして今エンドを取って逆になりました。サウジアラビアの方は前の試合からすると14番のハリーリが今日はノットプレーということで、そこに6番のアフメド・アテーフという選手が入って、
今日メンバーを若い選手を使ってくるかなという見方もあったんですが、山本さんほとんど同じメンバーできました、はい、あのメンバーはそんなに落としてないですね。やはりこのアジアの頂点を極める両チーム、まあ、本当にこう意地とプライド、そういうものをかけた戦いと言ってもいいですよね。前半左のエンドにブルーの日本、右白いユニフォームのサウジアラビアです。アジアカップカタール1次リーグのともにこれが第3戦です。日本にとっては3戦目、初めての競技場になりますアルライアンです。まもなく前半が始まります。ウズベキスタンのイルマトフレフリー、ワールドカップでもレフリーを担当しています。1勝1分けの日本、2連敗敗退が決まっているサウジアラビア、共に優勝3回の経験を持っている両チームの激突です。日本はこの一戦にベスト8進出がかかっています。若いフォワードの9番のハザージがいます。そして20番のヤセル・カフターニがセンターサークルの中に。カタールの時間で4時15分のキックオフ。このイルマトフ素晴らしく経験のあるレフリーなんで、このレフリーをこのに持ってきてたということはですね、やっぱりこの一番がいかに重要だったかということを証明していると思いますね。そうですね。 AFC アジアカップカタール2011、日本対サウジアラビア、今前半が始まりました。日本のポジションを今見ているんですが、11番の前田がワントップ気味にいます。そして今右サイド中盤に柏木が出ています。いや、柏木が真ん中です、はい、岡崎が右、そして今香川は中盤の左という位置です。本田の位置にそのまま柏木が入って、はい、右サイド松井のポジションにそのまま岡崎が入ったということですね。守備的な中盤は遠藤と長谷部がいます。一方のサウジアラビアの方は右サイドに2番のスフェイルです。そしてセンターバックは3番のハウサビ、5番のオサマ・ハルビです。日本の左サイドバックは長友です。長友、内田の両サイドがどのくらい機能をしていくのか。前で収まって20番キャプテンのヤセル・カフターにファールになりました。フリーキック立ち上がり1分経過、まず最初のフリーキックはサウジアラビアです。どうしますか、距離はまだ40メートルあります。センターバックの長身のハウサビーとオサマ・ハルビーの2人がいった外だ、早いリスタートでした。そこにヤセル・カフターニが入ってきました、はい、山本さん、まだ日本が準備している前でした、はい、集中する前、構える前に行かれましたね、はい、このあたりが、まあ、サウジの経験というところでしょうね、サウジアラビアの選手たちはこの大会で失望感が強くて、今日の試合がどんな試合になるのかということをこの各アラブのプレスたちにですね、随分質問されてました。ただ自分たちもベストを尽くす以外はないんだという答えしか返ってきませんでした。そうですね、まあ、監督もサウジアラビア人のジョハルさんに代わって、はい、やはり自分たちの国の誇りをかけても中途半端な試合はできないわけですよね。そういう体制を整えたというところじゃないでしょうか、はい、岡崎中で前田シュートが来た、ちょうどペナルティーアークの上からのシュートでした。この試合初めての日本のシュート、前田サイドで奪って香川右サイドに展開します。内田が上がってきます。ザッケローニ監督もテクニカルエリアの前に出てきています。内田が仕掛ける、一旦下げる、キャプテンの長谷部逆サイドを見る、前に今4人選手が入ってきています。岡崎が動く、柏木欲しがる岡崎へ、中に入ってきた香川、長谷部ミドルシュートのタイミングを狙う、一旦落とす遠藤へ、日本が押し込んでいます。カフターニが残っているところ、カバーに入りました今野、サイドへ開く、また今度は柏木が出てくる、裏へ岡崎、
山本さん、この時間帯は日本がボールを早く動かしてきました、はい。まあ、ディフェンスラインの背後にボールが入ってくる、今の岡崎のようなプレーが合えば面白いですね。今日6番のこのアフメド・アテーフ、兄弟のうちのお兄さんが入ってきています。弟の15番のアブドゥル・アテーフが中盤の右にいます。この選手が15番の弟アブドゥル・アテーフです。中で粘る、ファールはなし、日本ボールに変わります。サウジアラビアの選手からすると、はい、やはりいいプレーはしたい、そしてこの後のワールドカップ予選始まる、そのメンバーとしてこうそこを目指したいというところあると思うんですね。だからやはり気持ちよくプレーさせないということはすごく重要だと思いますね、そのサウジアラビアに対して日本は今日ザッケローニ監督は勇気を持ってとにかく攻めていくんだと、はい、そういうサッカーを目指していくと前日の記者会見では話していましたが、まあ、守備のバランス、そして攻撃への勇気、このあたりのバランスがすごく重要になると思いますね。仕掛ける香川が左サイドが中に入る、前田が落とす、岡崎を見る、自分でシュートか、ディフェンスでブロックされた、ここでファウルになりました。岡崎のプレイ、まあ、形は素晴らしいと思います、はい、香川のサイドの突破、数的不利が一気に数的有利になってくる、こういう香川の仕掛けは素晴らしいと思います ね。 そうですね、この瞬間2対1だったんですね、この岡崎がもらう、はい、あ、これ先ほどのシュートですけど、前田が中でフリーになりかけているシーンが多くなっています、はい、日本です。やはり岡崎が裏へ裏へ出てくるんで、前田がワンタッチでプレーするような状況が作れると面白いと思いますね。内田がいて岡崎がいます。この辺はポジションをどんどん中に中に岡崎が入ってくる形、香川がいる、ワンタッチ岡崎、柏木も入ってくる、はい、あの引っかかりましたけど、こういうプレーで抜け切れば、はいはい、フリーでシュート打てますからいいと思います。ディフェンスラインの背後崩してます。10番は左サイドの中盤にいるシェルフーブ、ベテランの選手、中で若いハザージ落とす、香川へ、今中盤はポジションを変えながら十分にボールが持てている立ち上がりの日本です。山本さん、はい、松井負傷、本田もまだコンディションが今良くないという状況の中で、変わったメンバーたちいかがですか。あの、悪くないと思います、はい、まあ、彼らにとってはチャンスですから、ええ、あの、意欲的にプレーしてるんじゃないでしょうか。早く始めましたサウジアラビアです。17番はジャーセム、26歳の中盤の選手、右サイドを使って15番のアブドゥアテーフ、アテフ兄弟のお兄さんです。5番は長身のセンターバックのオサマ・ハルビ、この中の半分ぐらいの選手は前回 の、 あのハノイでの日本を破ったゲームのメンバーでもありました、はい、まあ、あの試合もすごい試合だったですね。あのゲームは常にこの20番のヤセル・カフタウニの先制点からサウジがリードし、日本が追いつき勝ち越されたというゲームになりました。内田ですか、ファールになりました。おっと、内田ですとこの大会2枚目、はい、ベスト8に進んでも次のゲームは出られずということになりました、はい、内田準々決勝出られないですね。今のシーンです、はい、相手のキャプテンのヤセル・カフターニの突破に対して手を使ってしまいました内田。日本は今日は引き分け以上でベスト8進出が決まります。ただ勝ち点を上げられないケース、そういうケースにはシリアとヨルダンのゲームの結果が関わってきます。得失点差で決まる可能性も出てきています。そういう意味ではまず確実に今日は勝ち点3を取る、はい、その上で何点を詰めるかというそういう試合を計画している日本です、はい。まあ、ヨルダンの結果によってはその得失点差になる可能性も1位にありますしね、その後の、まあ、対戦相手はもうすでに決まっているわけですよね。センターバックは22番の吉田、遠藤がいます、はい、遠藤と長谷部がいて中盤の前に怪我人が出たということで遠藤長谷部のどちらかを前に上げるという選択もあったんですが、ザッケローニ監督は昨日の記者会見でシステムを作っている最中にあまりいじりたくなーっと岡崎が抜けるオフサイドはない、浮かす、そのままゴールか、日本先制点、オフサイドなし、日本先制点、前半の8分岡崎でした。抜けていきました岡崎、まあ岡崎らしい、はい、素晴らしいゴールじゃないですか。
最後のところ持ち着いてましたね。サウジアラビアがディフェンスのラインを上げてきました、はい、その裏をラインを突破しました。幸先よく日本先制点。完全にキーパーの出鼻を浮かせました。落ち着いていた岡崎、遠藤から、はい、ワンタッチで出てきましたよね、この辺りの遠藤の広い視野、はい、そしてタイミング測るうまさ、はい、そしてこの岡崎のこのスピードになった時の技術ですよね、はい、素晴らしいと思います。さあ日本が前半の8分で1対0とリード、引き分け以上でベスト8進出が決まる日本です。ジェモンさん、まだ1点でゲーム全体を語るのは早いんですが、グループ A ではウズベキスタン、カタールという1位2位が決まってます、はい、当然ゲームの中では点差がついてくればそのあたりの意識も当然してくるでしょうね。そうですね、まあ、1位であれば、はい、カタールと当たりますよね。2位であればウズベキスタン、はい、まあ、このあたりをどういうふうに捉えているのか。ただ、まあ、今日はヨルダン、シリア戦の行方も気になります、はい、今このグループは日本が勝ち点4、ヨルダンが勝ち点4、シリアが勝ち点3、サウジアラビアは勝ち点なしという状況でこの第3戦に入ってきています。前田のポストプレーはどうか。マイボールでつなぐ、裏を狙う、また岡崎が走り出している。やはり今の中盤の位置を見ますと、岡崎が右、左に香川、柏木が真ん中、本田の位置、はい、岡崎があのディフェンスラインの背後へ背後へタイミングよく出てくるんで、前田のポストプレー、そしてそれに絡む中盤の選手のサポートの角度、ワンタッチで出せるようなタイミング、非常にいいと思います。そしてザッケローニ監督は相手のサウジアラビアに対して、失うものはない試合なのでオープンなゲームになるということは、お互いに攻め合う時間帯もあるという意味だと思いますが、はい、まずはサウジアラビアが失うものがない以上、自分たちのいいところを出すために積極的に来るだろうというところだと思いますね、はい、ただ守備になった時にこう粘り強く90分戦い抜くとは思えないんですね、はい、そのあたり先制点早めにこの時間に取れたのは日本としては本当に大きいと思いますね。そういう意味でザッケローニ監督は勇気とバランスという言葉を使いました。相手の攻めに対してバランスを取って守る、そして何よりも勇気を持って攻める、はい、そういうゲームにしたいと話していた日本ですが、前半8分岡崎のゴールで先制点、早めに追加点を挙げて勝ち点3の行方がはっきりしたところで、はい、まあ、順位のことを考えるような時間が出てくるかも分かりませんね。後半香川の位置はあくまでもバックスタンド側、日本の左、柏木、ディフェンスが上がってきました。サウジアラビア10番ベテランのシェルフーブ、セットプレーのキッカーでもあります。前のヤセルカフターニの位置を見ています。逆サイドで若い9番のハザージが待っているところですが、長友が絞って守っています。もう一度10番のシェルフーブ、中に落とす17番のジャーセムからハザージ、手に当たったというアピールをゴールキーパーの西川がしているんですが、吉田も言ってますね、ハンドではないのか。ホイッスルはならず、ゲームはもう動いてます。山本さん、そういう意味でザック監督の話していた相手が出てくる時の守りのバランス、ここももちろん気をつけなければいけないという話でしたが、はい、特に両サイドのバランスはすごく言ってるようですね、はい、右サイドツフェイルが出てきた、長友が対応します。中へ返すところ遠藤が出てくるが、入れ替わる、浮かせる、ハザージ今ヘディングをした。ハザージは22歳の若いストライカーです、はい、これやはり人2人ついてますから、はい、ヘディングはさせちゃいけないですね。しっかり競らないとこの先怖い感じはします。サウジアラビアはこの大会では結果が出ていませんが、ポテンシャルの高さはもちろんフォワード陣に持っています。9番のハザージ、そして20番のヤセルカフターニはアジアでは有数のストライカーでもあります、まあ、ハザージは22歳ですし、今後まあこれから長い間戦っていく相手ですからね、きちっと抑えておいてほしいという気持ちはありますね。そうですね、1対0日本がリード、前半8分岡崎のゴール。左サイドへ展開、香川はまだそれほど中には今日は入ってきていない状況、今入ってきて丁寧に上げる、前田の裏だ、岡崎2点目、13分2対0、丁寧ないいボールでした。岡崎今日2得点。やっぱりこの人は
得点感覚、ポジション取り、タイミング、ディフェンスラインの背後へ行ったプレーというのは本当抜群ですね。そうですね、はい、これ前田が引っ張ったんですよね、はい、それちょっとボールウォッチャーになったところ、やはり隙を見逃さないこう岡崎のこの集中力、さすがですね。2対0になりました。日本のリードが2点。なかなか出番がない中でこの立ち上がり、はい、ゲームのフィーリング感覚っていうのを取り戻すの難しかったと思うんですけど、まあ、この2点で乗っていけそうですね。立ち上がり15分経たないうちに日本2対0とリード。まずゲームの流れを大きく自分たちの方に引き寄せた日本です。これでサウジアラビアがどのくらい気持ちが萎えずに戦えるかどうか、はい、ということになってきます。いや、ここから先は本当に、まあ、サウジアラビアのメンタリティをどれだけこう、はい、使わせてですね、日本が楽にゲームを終わらせるかというところだと思うんですけどね、まあ、そういう意味で次の1点というのは重要になってきますね。中盤のディフェンシブな選手も上がってくる。内田、中を見て岡崎が縦、香川だ、細かいところ、また岡崎か、岡崎のシュート、いや、ファールになった、ファールになりました。アシスタントレフリーがレフリーにファールがあったというふうにフラッグで告げました。これがこの大会第1戦が終わった時に指揮を取ることになったジョハル監督です。今画面でも分かりましたが、弱い雨がパラパラとこのアルヤン競技場に落ちてきました。珍しいですね、珍しいシーンですね。雨の少ないカタールなんですが、昨日今日と午後になって本当に弱い雨がパラパラと落ちる日が続いてきています。まあ、本当1年に数日ですからね。はい、今カタール競技場でシリアとヨルダンのゲームが行われているんですが、まだそちらの経過は情報が入って0対0ということになります。したがって今の得点のまま終わりますと日本がグループ首位ということになってきます。まだ90分の戦いが終わらないとアジアの戦いはなかなか予想がつきにくいんですが、日本がリード、しかも前半の15分のうちに2点を取った、はい、これは今日の対戦を考える中では山本さん、ここまでは狙い通りに来ている感じです。はい、非常に大きいですね。そしてやはり松井の怪我が意外と、はい、あのひどかったようで、松井が今日日本に戻ることになった、そんな中でこの岡崎が活躍してくれるというのは頼もしい感じがしますね。さあ、セットプレーのチャンスになりましたサウジアラビアです。長身のディフェンダーが上がっていく、そのまま抜けました。ここはマンツーマンでマークがしっかりついていました。ゴールキーパーの西川 A マッチ4試合目です。先ほどの香川からのアシストに岡崎、このラインの裏への飛び出しが岡崎の持ち味です。素晴らしいですね。そして香川がやはりディフェンスラインと中盤のラインの間にこううまくドリブルで入ってくる、はい、そして岡崎のディフェンスラインの背後への動き出し、両者のこう持ち味がいきましたよね。2点とも岡崎、8分と13分。そして山本さん、出し手が1点目が遠藤、2点目が香川、この辺りのことを考えると日本の中盤の攻撃的な組み立てがうまく回ってる感じがします。はい、岡崎が裏へ出る分躍動感がありますよね。今カタール競技場で点数が動いたという情報が入ってきて、シリアがリード、シリアが先制したという情報が入ってきました。したがってこのまま終わりますと日本が勝ち点が7、シリアが勝ち点が6、このままの状況で終わりますと日本とシリアがトーナメント進出ということになってきます。まだ分かりません。ただ日本幸先よく2点をリード。サウジアラビア10番のベテランのシェルフーブ、中で日本がまた奪う、つなぐ、香川がワンタッチでつないで前田、ワンタッチでボールが動く、サイドも出てくる。少し山本さん、日本が余裕が出てきました。はい、遠藤が長い反対側を見ている。岡崎へ、ここもフリーになっている。中で上がってくる内田がいい上がりを見せる、中へ、柏木のところで引っ掛けられました。6番は今日先発になっているアフメド・アテーフ、アテーフ兄弟のお兄さん、そして右サイドの10番がアテーフ兄弟の弟、2番は右のサイドバックのスフェイル。
なかなか今日はサウジアラビアはキャプテンのヤセル・カフターニが現れてきません。中盤で今ほとんど日本が余裕を持ってボールを回せる状態になってきています。立ち上がりまもなく18分になります。ボールを奪ってしまえばそんなにこうサウジアラビアの守備の厳しさ激しさってところはないですから、日本はある程度ボールは動かせると思うんですね。この奪ったボールができるだけ前の中盤の3人もしくは前段にどう入っていくのかというところじゃないでしょうか、はい、日本のザッケローニ監督の話を総合しますと、やはりこの相手のゴールに近いところで中盤の選手がどれだけいい形でボールを持てるかということを考えていますが、前田この大会初ゴール、3対0、前半の19分、3対0になりました。前田はチャンスがありながら決めきれなかった2戦を受けて3試合連続の先発で答えを1つ出してきました、うん、ここワンタッチできましたからね、中つけなかった、この長友の走力とクロス、そして前田のこのタイミング、まあ、彼の一番の持ち味ですよね、ディフェンスラインの前でワンタッチで合わせる力、これ頭でもそうですし足でも合わせられる、この辺りが前田のうまさだと思いますけど、まあ、この人が点を取ったってのは大きいですね、まあ、あとは柏木がどのぐらいこの後自分の持ち味出すか、まあ、この辺りは注目されますね。山本さん、ホンダが入っている時にはホンダがいろいろ動いて、はい、そのホンダのスペースに誰かが入ってくるってサッカーしてましたが、はい、今見ていると柏木が真ん中、右が岡崎、そして左香川という並びを変えずにそこから動こうとしてますね、はい、そうですね、まあ、岡崎の場合は積極的にこう裏へ絡んできますので、はい、ディフェンスラインのそこにスペースができる、ディフェンスラインのギャップができる、この辺りをうまく使えてるんじゃないでしょうか。ファールになりました。やはりこれまではあの2列目の選手が全てこう中盤ミッドフィルダーのタイプの選手、岡崎はどちらかというとフォワードに近いタイプの選手なんで、点を取れる選手が前線に2枚いるっていうのはやはりゴールの裏へ、ディフェンスラインの裏へ行くという意味で ね、 そうですね、あの迫力ありますね、はい、今ここまではもちろんこの試合がこの大会の最後になる、1次リーグ敗退が決まっているサウジアラビアということもありますが、山本さん、今サッカーの内容の違いを見せつけている感じの20分間になりました、はい、いやもうここまではボールの動かし方、前線の運動量、はい、連動性、もう圧倒してますね。そしてこの圧倒したサッカーを90分間続けていくことが、はい、この後のトーナメントで戦う相手にとっても非常にプレッシャーになってくるはずですね。その通りです。バランスよく無失点で攻撃もうまく爆発すると、こういう形、相手が腰を引けるような内容で勝ってほしいなと思いますね。そうですね。勝てば A グループ1位のウズベキスタンか2位のカタールということになってきます。ただ現在の得点の状況、カタール競技場で戦っているシリア、ヨルダンとも勘案すると、今日本がグループトップになる可能性が一番強くなっています。前田ファールなし、17番のジャーセムベテラン、6番アテーフ、弟のアブドゥアテーフ、サイドへシェルフーブ、早めに入れてキーパー出てきました。いや素晴らしい、ワンタッチでつなぐ、はい、香川パンチングをしっかりパスにしてますから、はい、ここ意識的にやってますからね、非常にレベルの高いプレーです。香川が開いてます。ほとんど中盤であまりプレッシャーがかかってこないサウジアラビア、はい、日本が自由にボールを動かしている、こうなると大きいですね。いや今一つあの西川の良さが出たんですけども、あの出てきてパンチングであれパスにしてるんですよ、いやこれはもうね本当質が高いプレーです。西川の場合にはその守備から攻撃の切り替えの起点としても期待される部分が多いんですが、香川へこれは読まれました。ただマイボールになってからサウジアラビアの中盤の前に出てくるスピードが遅くなってきました、はい、この後時間かけてくれるんで日本は戻る時間ありますけど、この後の決勝トーナメント考えるとここはもう少し早く戻っとかないとやられますよ、柏木今中盤の低い位置まで下がってます、はい、これはいいと思うんですよね。柏木の持ち味でもありますから、下がって遠藤と入れ替えるとか逆に長谷部が出ていくとか、そういうコミュニケーション上げてほしいですね。香川前にスペースがあってシュートのフェイクが入る、お中で折り返してきた、浮かせる、シュートのタイミングがあったんですが、いやあの香川のドリブルっていうのはシュートもあるドリブルでこう加速できる、は
と何してくるかギリギリまで分かんないところが彼の凄さですね。ここが今サウジアラビアの右のサイドバックです。2番のスペイルが上がります。前で奪って前田、中で10番の香川のところがフリーになって香川が今中に入ってきています。右サイドバックの内田が上がります。中に香川が入って、香川と柏木が中にいて、前田が今逆に左サイド目に出ている形。3対0日本リード。2得点の岡崎です。周りを使います。長谷部も上がってきている。内田が来る。このボールも日本が抑えて、今野、長谷部、ボールへの出足にスピードがなくなってきました。サウジアラビア余裕がある日本。内田のプレーです。ここでファールになりました。内田がファールを取られました。今日はイエローカード1枚もらっている内田、はい。まあ、ここはその相手のモチベーションが若干下がっているというのはありますけれども、はい、あの日本としてこうどう積み上げていくのかというところが大事なんで、誰か1人が落ちるとそこから全体が掛け算でいくと落ちていってしまうんで、この先を見据えて攻守に隙のないプレーをする必要はあると思いますね。土井さん、そのあたりですね、ザッケローニ監督は3点目を入れた後にですね、ディフェンスの選手にこうラインをキープしてしっかりコンパクトにという仕草ですね、守備面を確認しています。コンパクトにという指示が出ています。ただ今中盤のこの守備的な位置の選手も前に来ていますので、あっと柏木だ、シュートコースを開けようというプレーだ。激しいタックルですがファウルなし、まだキープする。遠藤のところに大きなスペースがある。岡崎がいて、そして内田が出てくる。逆サイドに2人、前田がいる。依然として3対0日本リード。前半の8分に遠藤のボールを岡崎が決めました。13分には香川のアシストから岡崎のヘディングで2点目。そして19分は長友が素早いオーバーラップから中へ素晴らしいクロスを前田。3対0と日本リード。日本はこのまま終わりますとグループトップで決勝トーナメント進出ということになってきます。第2戦終わって日本とヨルダンが勝ち点4、シリアが勝ち点3という状況でした。まあ、今日のこのゲームはやはり西アジアで、まあ、イランとともに双璧ですよね、このサウジアラビアが。まあ、こういう時にきちんと叩き切っとくということはすごく重要だと思いますね。そうですね、日本とやるのが怖いというぐらいの戦いを見せてほしいと思いますね。香川、中へ長谷部、速いボールだ。柏木、外を見る。長友が来ている。中2人、岡崎、フリーになった。いや、素晴らしいアイデア。ちょっと力が入ってしまった、はい、長谷部。いい形でした、まあ、守備的な中盤の、はいはい、長谷部がここに、岡崎もよく見てたんですよ、素晴らしいボールだったと思います。今ディフェンスラインは完全にボールを見て、はい、マークにつけない、いわゆるボールウォッチャーのような形になってしまいました。こういう崩しが続けば、はい、得点の可能性というのは高まっていくと思いますので。6番のアフメド・アテーフ、17番はジャーセン、右につなぎます。もう一度ジャーセンへ、前の動きはどうか。ミドルシュートが来た。手元の時計は26分を経過しています。3対0日本リード。ここまでは日本の余裕のある戦いが続いてきています。もう少し遠藤、長谷部が今余裕がありますので、うまくこう柏木をポジションをローリングしたりしてですね、はい、良さを生かしてくれたらなと思いますね、はい。前半の25分を過ぎて、今日本の選手たちがウォーミングアップを続けています。当然こういう展開の中ではいろんな選手を、あるいはどんな形にしてくるのか、テストもできる状況ができるかもしれません。ただ日本のザッケローニ監督は若い選手たちのポテンシャルには何の心配もないという話をしていました。そして手元には十分なカードがあるという話もしました。今日はそのカードを2枚切って、はい、山本さん、いい形で来ているんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、本当に岡崎の良さも出てますし、はい、香川が非常にいい形で絡んでますね、はい。この時間で前半のうちに15番のアブドゥ・アテーフ兄弟の弟交代、
8番のアブシゲールが入ります。まあ、相当中盤は崩されていたわけですが、早くも選手が1人変わりました。このアジアカップではサウジアラビアも3度の優勝経験を持っています。日本と決勝で2度戦った経験があります。92年の広島、そして2000年のレバノン、いずれもその大会は決勝で日本がサウジアラビアを1対0で破りました。まあ、ワールドカップでの実績で言えば、はい、この西アジアでは本当にナンバーワンですよね。まあ、ここのところ、まあ、前回のワールドカップに出場できなかったり、少しこう全体のパフォーマンスが落ちているというのはありますけども、はい、この後会長も変わりましたし、サウジアラビアは巻き返してくると思いますね。監督が変わり、そしてサッカー協会の会長も更迭されました。はい、新しい体制で臨んでいます。今山本さんがお話になった南アフリカ大会ワールドカップの予選では、最後バーレーンにプレーオフ進出かというところでロスタイムに追いつかれたというゲームがありました。はい、ちょっとこのところ流れが悪いんですよね、サウジアラビアは。サウジアラビアはこのアジアカップは8大会連続の出場です。日本は7大会連続の出場になりました。シェルフーブ前で前田、溜めを作る、落とします。センターバックは22番の吉田、4番の今野。山本さん、この展開の中では日本は失点しないで終わってもらいたいですね。その通りですね。それがまあバランスを考えて効果的にゲームを進めてゴールを奪っていくというところですね。第1戦のヨルダン戦は先に点を失って後半のロスタイムに追いつきました。第2戦は PK ではありましたが一旦追いつかれました。まだ完封ゲームがない日本です。はい、どうしてももつれるゲームになるとイエローカードも増えますし、はい、無駄な体力も使わされるというところがありますから、盤石な試合運びをしてほしいと思います。香川が今度はまた中に入ってきています。香川が中に入ってきても今柏木はそれほど外には持ち出していかない形、はい、ということは柏木の周りのスペースに香川あるいは岡崎が出てくるという形になってきました。まあ、遠藤がちょっと流れたり仕掛けようとしているという感じはあるんですけどね。まあ、ゲームの進み具合とともに徐々にこうそういう連動性も出てくると思います。まあ、そこを1戦目から2戦目の時にメンバーを変えなかったザッケローニ監督の決断は良かったと思います ね。 そ, うですね。それによって選手の反発力、その成熟度っていうのは高まったと思います。第1戦が終わってザッケローニ監督はコンディションが上がってくれば、はい、このメンバーでできるんだということを強調していました。そして第2戦はコンディションが上がってきました。今日出場できない川島、そして故障の今松井の表情も見えてました。その通り2戦目は、まあ、苦戦にはなりましたが、はい、退場者を出して、ただサッカーの内容は良くなりました。そうですね、退場者が出るまではもう本当に隙がない戦いぶり、ただ残りのああいう10分15分というところでサッカーの流れは一気に変わってきますから、そのあたりですよね。このグループ B は日本とサウジアラビアが大方の予想の中では決勝トーナメントに進むのではないかと言われてきました。はい、その中で今日本がグループトップ、サウジアラビアが2連敗で早くも敗退が決まるという、まあ、この辺りがおっと中へサウジアラビアのチャンスだ。若いフォワードのハザージ、ファールなし。さあ香川の前にスペースがある、逆サイドも見ている、上がりを待つ長谷部が来ます。1人選手がゲームを止めずに進んでいる内田、はい、まあ、前回のですね、はい、シリアの試合で前田が交代するまで圧倒的に運動量が多かったんですね。はい、まあ、90分出なかったんで最後長谷部であるとか本田が運動量が多くてその数字上は抜いていったんですけども、はい、そういう流れボールアクションを起こしてボールを引き出すことによって他のディフェンスが引っ張られて周りの選手にスペースができる、まあ、こういうことはよく頑張ってると思います。そうですね、今日はしかし中盤の組み合わせが変わっています。柏木を真ん中にしています。右に岡崎、左にそして香川です。今また香川がトップ下のいわゆる位置に入ってきました。オフサイドは、オフサイドなし、中へサウジアラビアのチャンスか、ミドルシュートのコースが開くのかどうか。日本はここは人数をかけて守っている、囲む、岡崎も戻ってきている、シュートらしいシュートが来ましたがブロックに入りました。日本17番のジャーセムのミドルシュート、
まず立ち上がりをしっかり守りきりたいと話していたこの西川のプレーです。はい、そういう意味ではチーム全体のゲームの入り方も良かったですし、この西川こうあまり攻められる時間がないんで集中保つの難しいと思いますけど、はいはい、ここまでは無難にこなしていると思います。まあ、この人はフィードもいいし、はい、先ほどのパンチングからのパスであったりとか攻撃の起点になれる選手なんですよね。今カタール競技場のシリアヨルダン戦で動きがあって、シリアのオウンゴールでヨルダンが同点に追いついたということになります。このまま従って終わりますとヨルダン勝ち点5、シリアが勝ち点4、日本が勝ち点7ということになってきます。このままの点数で終わりますと日本が1位、ヨルダンが2位ということになってきます。点数ごとに状況が変わっています。もう一つの競技場です。日本はまずこの点差をキープしていくことが大事です。はい、そしてあとまだ残り時間の中でどれだけ攻められるのか。ザッケローニ監督は2戦目は必ず良くなってきた、そしてさらなる成長を止めてはいけないという第3戦だという位置づけをしました。まあ、今日はやはり守備のところで隙を作らないというところですね。この後の展開考えると、はい、そして新たなこう組み合わせでのコンビネーションを見せてほしいですね。サウジアラビアらしさは今日もこの第3戦でも見られていない感じです。アザージのプレー、痩せるか、2人、アザージ、さすが長友、素晴らしい中に戻って追いついてきました。いや、これ素晴らしいサウジの崩しだったんですけど、はい、ここやはり絞り込んできた、サイドから戻ってきました、はい、長友の走力素晴らしいです。コーナーキックではなくてフラッグ間際のスローインから3点差を追う形のサウジアラビア、日本3点をリード。8分に岡崎、13分にも岡崎、19分には前田、3対0と日本が余裕のある展開。ミドルシュートを打ってきました。まあ、遠い距離からのミドルシュートなんですけど、やはりこの辺りシュート今サウジアラビア増えてますんで、シュートまで持っていかれちゃいけないと思うんですよね。日本のウォーミングアップを見ると必ずしも同じ選手ではなくて時間帯によって入れ替えながら、はい、全員出られるような準備をしているという印象があります。はい、まあ、こういう大会の場合はウォーミングアップエリアとウォーミングアップできる人数が制限されるんで、交代で順番でやってるというところですね。前の第2戦で川島がレッドカードで出場停止、そして日本にとってはイタリア人コーチのステファノコーチも今日は退席処分を受けましたのでベンチに入っていないという状況です。まあ、あのシリア戦は多くの日本のファンの皆さんもオフサイドだと思ったのではないかと思いますが、はい、レフリーの判断はバックパスだったということのようです。はい、まあ、レフリーの判定が決断というか、まあ、ジャッジが全てですから、結果的にスローモーションで見て間違ったとしてもレフリーの判定が尊重されますよね。まあ、これがサッカーの一部分でありますから、まあ、確かにそういうことなんですけど、そこをこう乗り越えて勝ち切ったというところに僕は評価していい部分があると思いますね。そのメンタリティのたくましさは素晴らしかったと思います。はい、オフサイドフラッグ上がりました。ワールドカップもそうですけど、こういう大会はやはり中3日とか4日で厳しい日程の中で何ができるのか、はい、決していいサッカーはさせてもらえない、その中でしっかりと勝ち上がっていくというたくましさ、精神的な強さっていうのは最後の最後問われますから。両チームとも中3日です。当然故障者も出てきます。はい、そして、まあ、サウジアラビアの方はかなりホーム意識があるのかもしれませんが、西アジアのこの中東地域に乗り込んだ日本にとってはアウェーの環境の中での連戦になってきます。まあ、食事も違いますし、周りもやはり緑が少なくて、はい、埃っぽさがあってですね、喉がちょっとこう咳込んだりするような状況というのもあるんですよね、練習見てても、はい、でもそれをやはり乗り越えて勝つしかないんですね。そういう中で初戦のヨルダン戦で先に点を取られた時の悪い流れからすると、この3戦目で今前半で3対0でリードしている流れは大きくチーム全体が動いてきました。はい、成長した部分だと思います。吉田の最後ヘディングシュートが決まった、あれによってね、相手に2点与えなかったことが大きかったわけですね。はい、さあ動き出す香川だ、スペースがある、あ、強くヒットしなかった。香川にいくつかチャンスがあります。香川もそろそろ、はい、1点欲しいところじゃないですか。そうですね、
まあ、しかし香川が前向きでバイタルエリアに入ってくると本当にこう一気に攻撃がスピードアップする、まあ、これは日本の新たな武器になりつつありますね。香川が中盤でもってスピードアップしてそのスピードに周りがこう連動していくような形がなってスペースを使う、はい、それもザッケローニ監督の狙いです。で香川の場合はトップスピードでドリブルしながらも何でもできる状況な視野も確保できる、ドリブルもできる、パスもできるというような状況でプレーできますから これはすごいと思いますね。ザッケローニ監督に1人退場になって10人になってからいいサッカーができたのにどうして11人ではできないのかと聞いてみましたが逆にスペースができて両サイドを空けておいてくれたためにボールが早く動いたというようなことも言ってましたね、はい。まあ、あの一人一人がこうギアチェンジして運動量も多くなったというところもあります、はい、前線の選手がね。その中でこうアクションが多くなると日本の選手の技術がさらに生きるというところですね、そしてザッケローニ監督は真ん中の空いたスペースにサイドからも入ってきてほしい、ただサイドは上がりっぱなしはダメだということをずっと言ってるようですね、はい、あのそこはバランスをしっかり整えると、片方行ったら片方は絞り込むようなポジション取りなさいというところは言われているみたいですね。そういう中で今チームはシステムを作っている段階とずっと話しているこのザック監督です、はい。あの日本はワールドカップで走る距離っていうのは平均でチーム平均でこう110キロぐらい行くんですね、で今大会見てみると2試合でここまで104キロと198キロで、決して運動量が多くはないんですね。まあ、そのあたりこうボールを持たれて自分たちが走らされるような守備で動く時のアクションの運動量っていうのはある、要するに実際にはよく走れるわけですね、はい、ただ自分たちがボール持ってしまった時にどれだけ前線が運動量が多くできるのか、このあたりがこれから先世界で勝つために重要なポイントだと思います。そうですね、アクションして運動量が多くなる、ポゼッション率が相手より50を越した上で運動量が多くなる、こういう連動性運動量だと思いますね。ただ今日は中盤でボールが早く動きます、そして全体に持つというよりはボールの早く動くことという意識が見られます、はい、もう2タッチで中盤が動いていくんで、はい、このあたりはかなりこう、コンディションも上がってきたなという印象は受けますね。スペースに出るこのこぼれ球には日本2人反応している、はい、柏木が追います。今のも、はい、岡崎がぐっと動き出すんでディフェンスが引っ張られる、岡崎のアクションによって相手のディフェンスが2人3人リアクションしなきゃいけない、はい、ダイレクトエンド、その相手のリアクションの逆をついて3人目が出てくる、こういう連動性がいいと思います。戦いが厳しくなればなるほどボールを持っていない選手の動き、まあ、いわゆる山さフリーランディングの質というものが勝負を分ける機会が多くなってきます、はい。まあ、岡崎前田というところは怖いところへ動いてくれるんで中盤の選手のスペースは空くと思いますね、それによって香川のドリブルのスペースであったり、はい、遠藤が上がってくるスペースができればさらに面白い崩しができると思います。ここ空いてますよね。3対0とリード残り5分、依然として日本は中盤でボールが持てる状況の中で残り5分をどう使いますか。岡崎仕掛ける、まだボールは生きてます。もうサウジアラビアの選手たちが前に出るスピードが今ほとんどない状態になってきました、はい、相手を釘付けにしている日本です。砂漠の鷹グリーンファルコンズというニックネームで乗り込んできたこの大会のサウジアラビアですが、過去3度優勝の力を見せることなくこの大会は終わりそうです。まあ、11月にそのガルフの大会があって、はい、そのクウェートであるとかカタールサウジアラビア UAE、まあ、こういうのところはそれに参加するわけですけど、まあ、そういう疲労というのも若干残ってたと思うんですけどね。ただ自力はあるチームなん で、ね、まあ、今日のゲームは本当に徹底的にこう隙を見せずに叩きのめしておいてほしいなと思いますね。日本は前回のあの東南アジアで行われた大会ではハノイでこのサウジアラビア相手に敗れた経験があります、まあ、あれは、はい、準決勝でした。その後サウジアラビアは決勝まで進み準優勝、日本は3位決定戦に回って敗れて4位という結果でした、はい。まあ、あの大会で4位になったことであのアジアカップの予選が入ったことでワールドカップの前の準備がすごく制限されました。右サイドのスヘイルが上がってきた。先ほどこの辺りからミドルシュートを許した日本ですが今守備のブロックを作っている中盤の選手が入ってくる8番先ほど入ったアブシゲール、コースを潰してきた。岡崎は今日は攻守ともに運動量が多い展開。内田は今日イエローカードを前半のうちに1枚もらいました。この辺りの動きが後半に出てくる可能性があります。
縦に入れて岡崎つなぐ、前田も今日この大会初ゴールが生まれて3点目でした。岡崎2ゴール、そして前田のゴール、残り今手元の時計であと2分ほどになってきました。柏木さばく、長友今日ワンアシスト。柏木ここから前に出ていってほしいですね。後ろはもう遠藤と長谷部でやれると思いますね、はい、もしくはスルーした香川かわす、誰もいないゴールだ。もう一つも落ち出した。香川の持ち味が出ました。キーパーをかわすところまではイメージ通りだったんじゃないでしょうか、はい、この間で受ける、はい、もう一度香川へファウルになりました。香川の凄さはディフェンスラインと中盤の選手の間、相手の3人のこう重心みたいなところで受けて、この飛び出し3人目素晴らしいですね。キーパーをかわしたところでちょっと、いやーキーパーがボールに触ったんですかね。あ、触ってませんね。ちょっと大きくなったんですね。さあ残り2分を切ってきました。日本もう1点を狙います。左の角度どうしますか。遠藤に任せますか、まあ、ここは柏木なら左、はい、インスイングでキーパーに巻くボールならば遠藤。岡崎が今オフサイドの位置にいます、まあ、吉田、今野が上がります。吉田もいます、はい、高さは吉田クリアです。コーナーになりました。残り今手元で1分になりました。3対0日本リード。香川の先ほどの倒されたシーンが出てきました。余裕がある前半の戦いを繰り広げている日本です。コーナーキックのチャンス、まだ吉田が残っています。今野も残っています。内田がハーフウェイラインまで下がってます。横に変化するボール、日本が抑えて柏木、長友が今右サイドにいてボールを生かす。縦長谷部そのまま入れる、中3人吉田、前には今ハザージ1人、押し上げを待つ白いユニフォームのサウジアラビアです。スローダウンします。カフターニが今中盤に下がってます。10番シェルフーブ、この選手がキャプテンのカフターニ。テントリア中へ、17番ジャーセム、右サイドを見るスヘイルが来ている。若いフォワードのハザージ、自分で受けようという形。日本は今守備の人数を揃えてます。手元の時計45分経過、ロスタイム、アディショナルタイムは1分です。3対0日本リード。右サイドからの展開、バックサンド側でボールをつなぐサウジアラビア。ロスタイム1分、ちょっと足が痛そうなキャプテンの痩せるカフターニ、早めに入れてハザージのところ、カフターニシュートコースを作る。サウジアラビアのスローインになります。17番のジャーセム、20番はカフターニ。いやこれはしっかりゼロで終わっておかないといけないですね。3対0日本リード。岡崎に得点、前田この大会初ゴール。前半の20分までに3得点を取りました日本です。今アディショナルタイム、ロスタイム1分が経過。時計を確認しています。イルマトフレフリーです。余裕がある内容の前半の日本です。ザッケローニ監督の言っている成長が見られるこの第3戦、今日は新しいメンバーを3人入れました。ゴールキーパーの西川、そして柏木、さらに岡崎。岡崎2得点、前田の追加点、3対0。山本さん前半いかがでした。あの素晴らしい立ち上がり、はい、あの一気にこう畳みかけたところは素晴らしかったと思いますね、まず立ち上がりの岡崎のゴールが効きました、はい、まあ、岡崎が入ったことで裏へのアクションが出てきたことで全体にこうアタッキングサードにあってスピード感がある、はい、そこに連動性が出てくるというところが大きいと思いますね。先制点から5分間で2点目がすぐに入りました、はい、この畳みかけたというところが、いいメンタリティで充実して集中して入ってきたというところが、はい、いい形で出たんじゃないでしょうか。そうですね、前半は3対0、日本がサウジアラビアに対してベスト8進出に向けていい内容の前半でハーフタイムに入りました、はい、日本にとっては決勝トーナメント進出がかかる大事な一戦は3対0と前半をいい形で折り返しました。笑顔があります。
一方のサウジアラビアはすでに1次リーグ敗退が決まっています。 AFC アジアカップカタール2011、日本対サウジアラビア、ともにリーグ戦での第3戦になってきます。日本はイエローカードを受けた内田に代わって後半から井ノ葉が入ります。サウジアラビアは前半と同じメンバーです。かなり目で見えるくらいの雨が珍しくカタールに降っています。解説は山本雅邦さんです。山本さん、はい、内田のところを変えて井ノ葉を入れてきました、はい。まあ、どういう形にするのか、まあ、井ノ葉がそのまま右に入るのか、まあ、もしくは長友を動かすのか、そのあたりですね。今サウジアラビアの方も選手交代が発表されました。途中で入ったアブシゲール8番に変えてまた同じポジションに13番のムスタファ・モーサという選手を入れてきました。同じポジションを2人変えてきました。いや、これはもうどういうことなんでしょうね。アクシデントとしか思えないような交代ではありますけどね。後半が始まりました。3対0日本がリード。そして変わった井ノ葉は内田のポジションの今ここですね、バックスタンドが日本でいうと右サイドに入っています。日本はゴールキーパーが西川です。右のサイドバックに井ノ葉が後半から入りました。そして井ノ葉、吉田、今野、長友という並びになりました。遠藤と長谷部がいます。そして中盤は香川と柏木が今真ん中にいます。右に岡崎がいます。そして前に前田を置くという形、そこは変わりません。一方のサウジアラビアの方は前に9番のハザージと2番のキャプテンのヤセル・カフターニがいます。スヘイル・ハウサウィ、オサマ・ハルビ、ハミル・モーサ、そして中盤に6番のアテーフと17番のジャーセムがいます。さらに13番のムスタッズ・モーサが入りました。10番のシェルフーブはそのまま、前はハザージとカフターニということになっています。山本さん、はい、先に日本はまずイエローカード1枚もらって次の試合に出場ができない内田のところに井ノ葉を入れてきました。まあ、そこを少し慣らしておきたいというところでしょうね。前半は8分岡崎、13分に岡崎、さらに19分に前田のゴールもありました。3対0とリード。これまでアジアのサッカーで何度も頂点を極めてきた日本とサウジアラビアなんですが、この内容は対照的になりました、はい。日本にとってはこの後の決勝トーナメントを見据えた45分間になってきます。西川がいて、長友、今野、吉田、後半は井ノ葉、遠藤、長谷部、中盤の構成は今また香川が左に出てきました。柏木がいて、そして右サイドに今また岡崎がいます。柏木は前目に出てきています。ファールになりました。香川は前半ゴールのチャンスはありましたがまだゴールなし。当然香川も自分もゴールが欲しいということになってきますね。そしてやはり、まあ、次の一戦を見据えて、はい、この井ノ葉がきちっとこう、ディフェンスラインでうまく連動することが重要でしょうね。コンビネーションを高めておいてほしいなと思いますね、はい。本田が足首を痛めて今日はスターティングメンバーから外れてベンチで試合を見ている感じ、はい。ただ山本さん、はい、試合前の練習などを見てもかなり動かしてましたんで、はい、ウォーミングアップは一緒にはい、サブのメンバーとできてましたんで、そんな重症じゃないと思いますけど、そうですね、無理をさせないという配慮なのかもしれません、はい。まあ、この先を見据えた上ではやはり本田うまく休ませられたらなというところはあるでしょうね、20番はカフターニ。カフターニに今のところは今野がしっかりついています。サイドへ展開します。雨が降っています。アルライアン競技場です。右サイドの井ノ葉がバックパスをしまして西川へ、まあ、今回のメンバーでいうとやはりサイドバックのところが薄いんでこの内田が出れないということになると、まあ、この井ノ葉、はい、あとディフェンスラインでいうと、森脇がいますね、はい。この辺りをどう使っていくのかというところでしょうね。もともとメンバーに入っていた若い10代の酒井、あるいはセンターバックのサイドもできる牧野、この辺りが故障でチームを離れました、はい。そこで森脇を呼んでいます。井ノ葉はセンターバックもサイドもできるプレーヤー。長友、空いたスペースに長友出てシュートなのか、打ってきました。遠藤、
長谷部、ここのところにはほとんどプレッシャーがかかりません。サイドへ展開、変わった井の葉が上がります。長谷部、遠藤をフリーにしてくれると本当に日本は楽ですよね。そうですね、本当機能します。長谷部と遠藤が前を向いてボールを持つ時間が多かった前半でもありました。ゴールラインを割ったんでしょうか、コーナーになりました。このあたりがサウジアラビアの気持ちの面で厳しいところかもしれません、はい、そうですね。目標が今ない状態、プライドをかけて戦うと話していたジョハル監督、一方勝利はもちろんチームを成長させる途中なんだという話をしていたザッケローニ監督です。ザッケローニ監督の肩にも雨が見えてました。逆サイドへ、中のフリーダ吉田がいて、香川下げずにつなぐ、倒された香川、ファールはなし。日本はこのままいけますとグループ B でトップになります。同じ時間にカタール、ドーハのカタール競技場でシリアとヨルダンが戦っています。日本がこのまま終わりますと勝ち点7になります。ヨルダンとシリアは前半途中同点という情報でした。したがってヨルダン勝ち点5、シリアは勝ち点4。このまま終わりますと日本がトップ、ヨルダンが2位ということになってきます。中へ、前田今日2点目、右からのクロスでした。後半の6分、4対0、4点差がつきました。いやー、前田待望の2得点。いやこれは大きいですね。そしてまあ前田の特徴でゴール前のワンタッチシュート、はいはい、ここを追い越してきた井ノ原、ワンタッチで入れてきた、このまたゴール前もワンタッチと、このくらいのスピード感がないとなかなか点にならないということですね、はい、まあ良さが出たんじゃないでしょうか。後半の6分4対0、効果的なですね、この井ノ原のオーバーラップっていうとも光りましたね、はい、やはり追い越した選手がワンタッチでクロスを入れるような状況だと中がこう構える時間がないんで、こういうゴールにつながりやすいですよね、まあ、前田の前へ入るうまさも出たと思います。今日は長友のアシストもあり、変わった右サイドの井ノ原のアシストもあり、はい、両サイドからのアシストで前田のゴール、センターバックのコンビにも今のところ危ない場面はなし。ゴールキーパーの西川も安定しています。そしてこのザッケローニ監督がこの前田起用にこだわって3戦連続で先発にしてきました。その起用に応えた形になりましたサウジアラビア戦です。まあ、あまりこう変えずにしっかりとこう、はい、ある程度メンバーを固定してその中でこう成熟させていくという、はい、まあ、1戦目から特に2戦目のところでどういうふうな対応するのかなといったところで選手がこう安心感があったと思うんですね。そのあたりが徐々に生きてきたなという印象ですね。香川が仕掛けるいいボールだ。また長友のタイミングがよく上がってきた。中今4人入っている日本、シュートコースを作るプレーですが相手に渡って囲む、下げさせます、遅らせました日本、はい、ここも前田がよく戻ったんで、はい、相手にバックパスさせた、この間に守備の組織ブロックが出来上がってますね、はい、こういうプレーが大事です。つなぎます。おっとちょっと弱かった。つなぐ遠藤、ワンタッチでボールが動く、ワンタッチかツータッチでどんどんボールが、ここもワンタッチダイレクト、まあ 雨、はい、雨の影響でボールがこう走りやすくなってるんで、はいはい、日本にとってはパスで展開していく上ではいいんじゃないでしょうか。滑りやすい状態になっています。依然として雨が落ちています。午後になって弱い雨だったんですがかなり雨が降ってきました。前田今日2得点、後半の6分4対0、まあ、この数センチの差ですけどね、ここがやはり全ての差なんですよね。数センチ前入る、はいはい、これによってゴールが生まれるわけですから、そのために日々練習で努力しているわけですよね。前田はシリア戦の時にも惜しいチャンスがあって、そして先制のチャンスだったんですが決めきれないシーンがありました、はい、今日は2ゴール。毎試合毎試合こう自分で修正できるタイプの選手なんで、こういうふうにそのうまくできなかったところを確実に積み上げる力はあると思うんですよね、はいはい、その前田にゴールが生まれました。しかも2得点です。岡崎と前田が2点ずつ、前半3対0、後半1点追加の日本。
今日は日本の強さを見せつける展開になっています。この試合で1次リーグ敗退、最後のゲームになるサウジアラビア、監督を変えました。そしてサッカー協会の幹部も更迭されました。その中でプライドをかけた戦いのはずだったんですが、思うようにいかない、それだけ日本が充実しています。カフターニ、もう一度カフターニへ。今日のカフターニは前回のアジアカップで日本相手に先制点を取った迫力は今のところありません、はい、いや全くありません。ここまで日本は前回はあのハノイのゲームではドリブルで最終ラインを突破されて失点をしてしまいました、はい、しかし調子の悪いサウジアラビアといえども、日本がこの西アジアのビッグネームを相手にいい内容で勝っていくことは、これはこれからの戦いにつながってきます、はい、そういう意味であの隙を見せちゃいけないですね、やはりもう失点というのは絶対避けなきゃいけないと思います。前の動きが、前線の動きが白いユニフォームのサウジアラビア少なくなってきました。7番のハミル・モーサがサイドバック、センターバック、3番のハウサウィ、前回のハノイでの対戦にも出ていた選手。右サイドバックは2番の今スヘイルが上がってきています。日本はこのまま終わりますとグループトップです。グループトップでベスト8に進みますと、A グループのグループ A の2位のカタールとのベスト8、準々決勝での対戦ということになってきます。ヨルダンとシリアはこのまま終わりますと今同点ですから勝ち点が1ずつで止まります。このまま両会場がありますと日本がトップ、ヨルダンがグループ2位ということになります。グループ B です。すでに昨日このアジアカップではグループ A でウズベキスタントップ、ホスト国のカタールが2位が決定しています。まあ、このままトップでいけばカタールと当たるわけですからね、はいはい。まあ、なかなかサウジアラビアの方は前線にボールが入らなくなってきました。日本の今守備は安定感があります。ボールを前線に入れさせないだけのボールへのプレッシャーがあります。下げさせます。まだ追っている前田、柏木が反応していく。この辺りはきちっとマークがついて囲みに行く日本、前に出させないディフェンス、長いボールも蹴らせない柏木、まあ、そこでいい形でボールを取って、その奪ったボールが前に入っていく、そういうスピード感が出るといいと思いますね。ザッケローニ監督が就任して強豪相手にいい内容のゲームがすぐにありました。その後この準備期間をほとんどできない間に選手が揃わないこの大阪での合宿を経てこの大会に入ってきました。山本さん、はい、第1戦の時のこのなんとなくぎこちない動きとはだいぶ変わってきました。いや、あそこでメンバー変えずに、あの選手がよく話し合ってですね、あの自分たちでこう、こうしよう、あしようということをこう実践してきた、はいはい、あとは今日は緩みなく90分間を戦えるかどうかという戦いになってきます。個人の能力の高いサウジアラビアですが、今日は戦術的に魅力はあまり感じさせないサッカーになってしまっています。それに対して日本は点差が離れたこともありますが、どんどんボールを動かすサッカーを展開しています。ほとんどがワンタッチかツータッチ、ここもツータッチ、ダイレクトが入って最終ラインへ。もうサウジアラビアはボールへのチャージがあまりなくなってきました、はい、こういうふうにグループでボールを動かしていけば、岡崎を走らせる、香川が追い込んで、依然として日本は香川と岡崎が開いて真ん中に柏木、その前に前田、一方のサウジアラビアは中盤の攻撃的な位置の選手を2度変えている。さあここは初めてのチャンスが、よく戻った、よく戻りました井ノ葉。普段と違うポジションですから、かなりこう体の向きだとか、あのやりにくさはあると思うんですけどね。ただ井ノ葉はこの若い世代の代表の時からセンターバックだけではなくて守備的な中盤もサイドもユーティリティなプレーヤーではあります、まあ、こういう大会になると本当貴重だし重要な役割ということでは言えますね、はい、左サイドの長友今日はアシストが1、遠藤と長谷部のところにほとんどプレッシャーがかかりません。そしてこの2人が起点になってサイドを使い、あるいは前線にくさびのボールがいわゆる入り、
後半も今15分になろうという時間になってきました。後半1点を取ったことで4対0とリード。このまま終わりますと日本はベスト8進出、しかもこのグループ B トップが決まります。2得点の前田、まあ、日本にとってもこの大会が終わると、はい、そのワールドカップ予選であるとかね、コパアメリカであるとか、はい、世界の戦いになってますから。長友ファーサイドへ、そういう意味ではこの中東に乗り込んで中3日でいい内容のゲームをしていくということは、この新しいザックジャパンにとっても大きな財産になってくるはずです、はい、J リーグで見るうまさとやはりこういう厳しい日程の中で何ができるのかというのはまた違うものだと思うんですね。その中ではサウジアラビアに対して隙を見せないサッカーを展開しています。コーナーか、コーナーになりました。17番はジャーセム、この大会で唯一このチームサウジアラビアで点を取っている選手でもあります。先ほどの長友のオーバーラップ突破のシーン、さあサウジアラビア後半初めてのコーナーキック、蹴るのは10番のシェルフーブ、左足で蹴ってきます。なかなかチャンスがない中でサウジアラビアの高さはキーパーしっかり反応した。7番のハミル・モーサのヘディングシュート、ボールを離さなかった西川のプレーです。日本がまた選手交代の準備をしているようです。野井さん、岩政が呼ばれました。岩政、足を痛めていた岩政、もうプレーできると自分は話していたんですが、ここで岩政投入か。入るとすればセンターバックということになってきます。まあ、もう一つ心配なのは、はい、そのイエローカードだと思うんですよ、ね、中今イエローカードを1枚持っているのは、はい、センターバックでは吉田ということになります、はい、吉田あたりを下げるんじゃないでしょうかね。ここでやはりここで2枚目もらわなければ、その先は出れるという計算が成り立ちますよね。イエローカードだけの問題で言えば、今回のレギュレーション、まあ、ルールで言いますとイエローカードを準々決勝まで持ち越していく、はい、ということになります。まあ、準決勝でそれによって出れないケースはあるんですけど、はい、決勝戦はみんな戻ってこれるような仕組みになってますの で、 そうです、ね、これはワールドカップと同じ考え方ですね、はい、準決勝で活躍した選手が決勝に出られないというケースをなくすためにトーナメントの1回戦までイエローカードがつながっていくというルールになっています。中へつなぐ長友、前を詰められた、まあ、内田が1枚も出られないこと決まってますからね、はい、やはり22番の吉田に代えてベテランのディフェンス岩政登場。この吉田のあの初戦の同点ゴールの勝ち点1が、まあ、2戦目を通じて大きくいい作用をしています。はい、この大会を通じて大きなプレーになる可能性はありますね。そうですね、岩政この大会初登場ということになってきます。2人目の選手交代です。まあ、こういう4点差といういい流れになったんでこういうことも思い切って試せる、まあ、そういう意味でこの立ち上がりで畳みかけたっていう価値がここにありますね。長谷部です。前を向いて今日プレーできている長谷部、長友がこの位置に入ってきている。変わったこれが岩政初めてのボールタッチ、まあ、長友がやはり右サイドに井ノ原が入ったことで、はい、ある程度こう守備のバランスっていうのを見てくれるだろうというところで自分が積極的に出ていくようなそういうこうちょっとチェンジしてるんじゃないでしょうかね、はい、これはさすがですよね。同じ時間にドーハのカタール競技場で行われているシリアヨルダンですが、ヨルダンが1点を取って同点からヨルダンが再び1点リード。こうなってきますと日本とヨルダンが勝ち点で7に並ぶんですが、得失点で日本が5、ヨルダンが2ということで日本がこのまま終わりますとグループ1位です。日本とヨルダンはあの皆さんが覚えてらっしゃると思いますが吉田のゴールで同点に追いついた、はい、ということになります。この大会のルールは、
まあ、勝ち点が同じになった場合はまず両チームのその両チームの対戦の中での得失点、はい、総得点ということになりますが日本とヨルダンは並んでいますのであとはこのグループ B の中でどのくらい得失点総得点があるかということになってきます。それで今日本がヨルダンを上回る形になっています。さあ日本のチャンス5点目を狙う低いボールを入れるもう一度戻りますがスローインに変わります。依然として雨が落ちています。カタールアルライアン競技場です。ドーハ市内の内陸からは車でドーハ市内の海岸線からは内陸南へ30分ほど南下したところにありますこのスタジアムです。依然として雨が落ちています。本当にカタールでは珍しいことです。日中の気温は23度から25度くらい暑い日には子供が海岸で泳いでいる姿が見えます。最低気温は15度から17度くらい。ミドルシュートこぼれるもう一度生かすダイレクトつなぐプレーになりました。10番のシェルフーブ。このアルライアン競技場の場合はドーハの市内から住宅街がどんどん広がってきています。そして最近では教育機関の巨大な施設もどんどんできているという情報です。街がどんどん新しくなって2022年のワールドカップに向かって街が大きく変貌しようとしているカタールです。いや本当勢いを感じますよねこの国は。日本の仕掛け岡崎の2得点前田の2得点さあこの後まだ山本さん、はい、休まずに貪欲にゴールを積み重ねてほしいと思うんです。いや本当その通りですね。柏木この大会初先発 A マッチもこれが2試合目ということになります柏木、まあ、ここまでこう本来の柏木らしさっていうのはこう、はい、多くは出てないんでいやこれも本当ギリギリでしたよね。後半6分の日本の4点目前田の今日自身2得点目やはりあのワンタッチのうまさがあるから J リーグで2年連続得点になれたと思うんですね。やはりあの上手い選手というか得点取るためにはあのワンタッチのうまさがないと無理なんですね。得点の 70% 程度がワンタッチシュートなんですからそういうところはこう最後才能をうまく磨いてきたなという印象ありますね。前田については。前田も岡崎もワンタッチでのゴールが多いタイプです、はい、まあ、そういうタイプの選手が点取り屋になれるんですね。そういう能力を見極めていく目というのもあの育成段階ですごく重要だと思いますね。そうですね。ボール持てるうまさは中盤では必要な部分もあるんですけれども点取るためにはそういう能力じゃないんですね、はい、イーブンのボールのところでイエローカードが出ました。7番の左サイドバックのハミル・モーサ。もうサウジアラビアはこの大会でのこの後の試合はありません。岡崎が上から踏みつけられるような形になりました。いやこれはもう悪質ですね。まあ、フォワードですからこういうふうに、はい、まあ、やられるシーンというのは多くなるんですけども、まあ、岡崎の凄さはそこをこうあのエキサイトしないところゴールでお返しをするというところじゃないですか。香川です。山本さん香川の今日の出来、はい、内容についてはどういう評価をしますか。あの前半ディフェンスラインのと中盤の間のスペースうまく使えてたと思うんですけど、まあ、そのあたりがちょっと後半はそういうシーンが少し減ってますね。そうですね。日本のチーム全体もあるいは日本のサッカーファンもドイツのブンデスリーガーでの香川のプレーを思い出せばもっとやってほしいという気持ちが強いと思うんですよね、はい、その通りですね。13番の後半途中から入ったムスタッズ・モーサイエローカードです。ただ長い戦いではあります。2戦でゴールがなかった前田が今日ここに来て2得点香川はどこでらしさをまた発揮してくれるのか、はい、ということになってきます。もう少しあの真ん中入っていってもいいと思うんですけどね、はい、左で上げて押し込んでいる日本です。4対0日本リード。長友が入れる中で落とす。今野が上がってきてました。センターバックは4番の今野と3番の岩政です。右に2番の井ノ原左が長友。
中盤は遠藤長谷部がバランスを取っています。まあ、右サイドあの長、井ノ原と、ね、はい、岩間さんになりましたので、まあ、コンビは、ね、コミュニケーションは取りやすいですね。そういう形にはなりましたね。普段クラブで一緒にやってますからね。縦に入れてくる。なかなか今日はこの20番のヤセル・カフターニにシュートが生まれない展開です。ずっとサウジアラビアのジョハル新監督はテクニカルエリアの前に出たまま第1戦を終わってポルトガル出身のホセ・ペセーロ監督解任、第2戦をジョハル監督に任せましたがアンラッキーな相手のクロスがセンタリングがそのままゴールに入るという負けゲームでした。そういう意味ではこういう公式戦では本当に何が起きるかわからない、チーム力だけではゲームが決まらないという難しさがあります。まあ、どの試合もそうですが山本さん、取れる時間帯にきちっと取っておくということは本当に大事になってきますね。はい、特に今回は中東のカタールでやっている大会で、はい、いろんな要素がありますから、はい、優勝するっていうのはこの西アジアに来て優勝するのは本当に難しい仕事だと思いますね。日本もこのアジアカップの歴史を紐解くとこのレバノン大会以外中東ではなかなか勝てないんですよね。はい、それくらい難しいと思いますね。まあ、環境との戦いもありますし、その会場の雰囲気であるとか、まあ、昨日のカタールとクウェートが結果やってクウェートは行くチャンスがなかった、予選リーグを突破するリーグチャンスがなかったわけですけどね。その後終わった後にやはりこう和やかに握手している雰囲気がありました、ね、雰囲気がありました。はい、まあ、そういうものとも戦わなきゃいけないんですよ。やはりまあ兄弟みたいな国ですからね、カタールとクウェートで。そういう意味ではこの西アジアのサッカーを引っ張ってきたサウジアラビア、まあ、かつてこのアジアカップの歴史の中では西アジアではイランとサウジアラビアが引っ張ってきたという歴史があります。はい、まあ、ガルフの、まあ、頂点にいるサウジ、はい、そしてまあ、ペルシャのイランと、まあ、骨格体格とかいうとかなり違うんですよね。はいはい、同じ中東と一括りにできない違いはあります。イラク、イランというところは体格もフィジカルも強い、そしてサウジアラビア、この湾岸諸国ですね、はい、はまた若干それに比べると線が細いですね。日本とサウジアラビアの対戦は過去10回あるんですが、日本が一番多く得点を取ったのは4点です。2000年に4対1で勝ったというゲームがあったんですが、今日はサウジアラビア相手にその4点を取っています。逆サイドまで入るところ、ゴールキックに変わります。2得点の前田、途中出場の井ノ原、いい形でチームが回ってきています。まあ、2000年のレバノンの大会で初戦で4対1でサウジアラビアに勝って、その後ウズベキスタンにも8対1、一気にこう勢いをつけて頂点に輝きましたよね。まあ、そういう勢いがこうつけられるようなゲームになりましたね。今日は後半28分になろうとしています。あと17分ほどの時間になってきました。日本は今のままでいきますとベスト8、準々決勝はホスト国カタールとの対戦ということになってきます。まあ、この残りの時間の使い方とゲームの終わらせ方っていうのは、まあ、いろんな意味でいろんな要素がありますので、はい、慎重にやらないといけないところですね。前半3得点。さあ、久しぶりに攻めが入ってきた。ファウルか、ファウルになりました。香川はファウルを取られました。はい、フリーキックのチャンス、イエローカードは出ず。はい、こういうところのイエローカードの1枚1枚の積み上げ、あとあと響いてきますからね。4点差があります。まあ、そういう意味では吉田を早めに下げたっていうのはベンチの動きとしては良かったんじゃないでしょうか。依然として雨が落ちています。カタールアルライアン競技場、川島に代わって今日ゴールを守っている西川、ボールをセットしたのは10番の30歳のベテランプレーヤーシェルフーブ、左足が得意です。日本のラインはどうでしょうか。低いボールを入れてもう一度シェルフーブ、逆サイドまでマークはしっかりついている。
まだつなぎますサウジアラビア。シェルフーブ、カガが戻ってきた。ディフェンス切り返す、左足得意、細かいつなぎ、カフターニ、ベテランジャーセム。カフターニは今手前側右サイド、2人がかり、ノーファールと聞こえて、ノーファールで奪いました。長友強い、ここでファールになりました。思わず強いと言ったのは長友の体の入れ方、はい、やはり、まあ、身長はさほどないんですけど、この腰の使い方ですよね、体の、はい、イタリア、セリエ A でチェゼーナでずっとレギュラーを張っている、ポジションを取っているというのは伊達じゃないですね、はい、こういうのを見ますと。やはりショルダーチャージは肩で当たるようなイメージですけど、実際は腰をどれだけ相手より低く入るかというところでいうと長友さすがですね。長友は今痩せるカフターニについてます。また長友、前田、サウジアラビアボールになりました。試合の残り時間が15分になりました。雨が落ちているアルライアン競技場です。4対0日本がリード。前半8分13分に岡崎、19分に前田、前半20分経たないうちに3得点の日本、後半の6分には前田、これが先制点、前半8分のシーン。そして2点目、これが岡崎、そして前田、この大会初ゴールは長友からのクロス、さらに後半は変わった井ノ原が右からのクロスを入れて前田、岡崎と前田が2得点ずつ、4対0、いいペースで来ている日本です。残り15分になりました。まあ、J リーグでしっかりこう点を取って成績を出している選手がこういうところで取ると、ええ、まあ、本当にやはり日本人のストライカーが育たないことには世界じゃ勝てないわけですよ ね、 そうですね、はい、これはいい流れだと思います。遠藤と、そしてその前の柏木、中へ、香川の位置を見ている。いやー、井ノ原よく出てきましたし、このリカバーも見事ですよ。パスが乱れたんですけども、はい、その後の戻り素晴らしいです。ん、長友来るか、おお、いや、今のあの長友が走ってくれたんで、前田のマークが少し空いた、そして判断を切り替えてここですね、はい、そこで大外から岡崎が入ってきた。あの、合いませんでしたけど形としては素晴らしいと思います。雨の中でのゲームになっています。あとはあの無失点できちっと終わってですね、あの決勝トーナメントに向けて、はいはい、このあと少し空きますんで、メンタル的にこういい状態でね、あの調整できるといいと思いますね。依然として雨が落ちています。アルライアン競技場です。33分になります。4対0日本がリード。まあ、この辺りで長谷部であるとか遠藤であるとか、まあ、こう経験のある選手があのゲームの、この終わらせ方っていうのをこう指示していると思うんですよね、はい、グループ B では今日本が勝ち点が7、日本と初戦引き分けたヨルダンも今2対1でリードしていますので、このまま終われば勝ち点が7、そして日本とヨルダンはグループ全体の得失点で順位が決まるということになってきますが、日本が得失点で今4対0とリードしているために、日本がこのまま終わりますと勝ち点は並んでいますが、グループ B のトップ、2位がヨルダンということになります。そういう意味でも前半の畳みかけた昨日3得点は大きかったですね、全く今日はサウジアラビア の、 そのストロングポイントを出させないサッカーをしている日本です。今日本のベンチの裏を見ているんですが、足首を痛めている本田もウォーミングアップをしていますので、この後のゲームに差し支えるほどの重傷ではなさそうです、はい、まあ、ここで休めたのは大きかったんじゃないでしょうかね、まあ、無理して出るという判断選択肢もあったと思うんですけど、はいはい、日本はベスト8に進みますと、このまま行きますと21日にカタール戦、その後勝ち進みますと25日に準決勝と
というふうにスケジュールがまたタイトになって、はい、そしてノックアウト方式になってくれば一発勝負でゲームも激しくなってきます。はい、ここからが本当の自力チーム力というのは問われますよね。はい、うまいサッカーすることじゃないんですよね。もう体も疲れが出てきますし、でもそれはワールドカップも一緒なんですね。そうですね。前田サイドを見る、開ける、柏木がいるが、細かいところだ、岡崎ハットトリック、素晴らしい。後半35分岡崎ハットトリック。まあ、このバイタルからペナルティエリアの中の組み立て、崩しの質、岡崎の判断、そしてパスを出して走った前田の素晴らしさ、ここですね。これでディフェンスが引っ張られるわけですよね。パス&ゴーしたんで、ここが重要な点だと思いますよ。ここで走る、ディフェンスが少し躊躇する、そして岡崎が逆をついた、前田のアクションによってディフェンスがリアクションせざるを得ない、素晴らしいですね。素晴らしいゴール、素晴らしい連携です。岡崎先発でハットトリック、前半2得点、後半チームの5点目。本田が準備しています。本田拓也です。中盤の選手を入れようとしています。遠藤か長谷部を休ませようということなのか、はい、誰と変えますか。遠藤か長谷部でしょうね。野井さん、本田拓也はですね、ずっと長い間アップをしていたんですね。ゲームに出たいという思いはね、このゴール裏感じてました。背番号15がピッチへ入るのを待っています。手元の時計で残りが10分というところです。3人目の選手交代の準備をしています日本です。プレーが止まりませんと選手交代が認められません。残り10分、5点差がつきました。はい、相手のエンドでこうボールを持たれているうちは、まあ、今はそんなに積極的にボールを奪いに行かなくても、まあ、時計の針はどんどん進みますからね。下げさせます、バックパスです。手が使えないゴールキーパーのアーリー、ここにもプレッシャーをかける。前田がここまで戻ってくる。17番はジャーセン、外へ展開します。7番のハミル・モーサー、10番はシェルフーブ。なかなか前の攻撃的な2人のストライカーにボールが入らないサウジアラビア。ボールの出どころからプレッシャーをかけている今日の日本。裏を取るところ長友の強さか、長友がファールを取られたボールに対してアプローチしていったんですが、はい、ファールを取られました。ここで選手が変わります。遠藤がアウトです。遠藤に代わって本田拓也投入。あ、日本のファンから遠藤コールが起きています。バックスタンド側に日本のサムライブルーのユニフォームが見えています。日の丸も揺れます。アルライアン競技場です。まあ、ザッケローニ監督、非常に堅実というか確実というか慎重ですよね。はい、その慎重だというのは試合の残り時間が、まあ、点差がついているにもかかわらず、はい、おそらく怪我人のことも考えながら最後の最後までなかなか、おっと、そのままシュートだ。よく防いだ、よく防ぎました西川。蹴ったのは10番のシェルフーブ。いや、一つ一つのプレー見るとこういう怖さありますね、やっぱりサウジアラビア。いいコースに入ってます。もう完璧なコースだったと思います。30歳のベテランのキック、はい、いやー、よく防ぎました西川。当然日本としてはシャットアウトしたいというゲームになっています。サウジアラビアのチャンス、マークがつく、井ノ原が押し上げる、ラインが上がる。日本縦にワンタッチ、素晴らしい、いい形でいて香川だ、そのままワンタッチで前田を走らせるプレーでした。もうカウンターとしては素晴らしいスピード感だったと思います。井ノ原のところから始まりました。ザッケローニ監督、まあ、イエローカードもらった内田、はい、そしてイエローカード1枚持っている吉田、この辺りを変える、まあのは当然の考え方だと思うんですけども、はいはい、最後の1枚を誰をどういうふうにこうこの中で溶け込ませていくのかっていうところがあったと思うんですけど、はいはい、やはりある程度こう固めたメンバーで時間を使わせて成熟させていくという、まさしくその言葉通りの流れですよね。そうですね。
残りがあと手元の時計で6分ほどになってきます。両チームにとってこれが1次リーグの最終戦ということになります。グループ B 日本対サウジアラビア、共にこのアジアカップで3度ずつの優勝経験を持っています。ただサウジアラビアはこの試合で大会を去ります。日本は2大会ぶり4度目の優勝を目指す大会です。まあ、4度優勝したチームはないわけですから、はい、まあ、新たな歴史に日本がチャレンジするのは当然ですよね。そしてやはりチャンピオンチームがあの2013年のブラジルのコンフェデ大会に出れる、そこで世界の大陸チャンピオンとやれるというのは、2014年というワールドカップを見据えた時には非常に重要になりますから。そういう意味では残り5分です。セットプレーです。攻めるサウジアラビアですがそれを許さない日本。まだここも囲んでいる日本です。この左サイドを簡単に崩させないぞというこの長友のなんかプライドみたいなものを感じますね。残り5分になりました。山本さん、ザッケローニ監督の表情、はい、ザッケローニ監督は今日本のゲームをここまでどんな風に見てきたんでしょうか。はい、あの選手ここをこう新たな選手を 見られる時間もありましたし、まあ、あの収穫はいっぱいあると思うんですけどね、ただその目標が高いところにありますからまだまだこう油断しているという雰囲気ではないですね。柏木ファルダシ浮かせる、香川前にスペースがある、オフサイドはない、あっと倒れたがコーナーです。コーナーになりました、はい、柏木は1点取りたい、いいプレー絡みたいでしょうね。しかし香川のこの最後の、まあ、これは先ほどの柏木のところですけど、あのギリギリまでねこう判断を変えられるこの柔軟性は香川見事ですね。岡崎チーム5点目は後半の35分でした。岡崎ハットトリック、左からのコーナー、柏木が入れて中へクリアです。いや、岩政でしょうか。岩政でしたね。もう一度岩政のところへ。岩政本人からするともう、もらったという感じのプレーだったんじゃないでしょうか、はい、柏木ミドルシュート、キーパーのセービングです、はい。まあ、こういう意外性、技術の高さがこの人の持ち味だと思うんで、はい、まあ、柏木にとっては残り時間が少なくなってしまったというようなイメージかも分かりませんね。逆サイドからのコーナーになります。柏木が入れます。クリアですがまた日本が追い込んでいる。手元の時計は残りがもう3分を切ってきました。グループ B 今日が最終戦になります。日本対サウジアラビア、2連敗で1次リーグ敗退が決まっているサウジアラビア相手ではありますが、日本5得点。ちょっと柏木が足がか腰か少し気にしてますけどね。先ほどのゴール前での接触プレーの中で一度倒れていましたが、はい、その後ミドルシュートが1本ありました。まあ、本当今がここから先はもうリスクを時間帯じゃないんで、はい、余分なカードをもらわずに怪我をせずにというところの時間帯だと思いますので、はい、中盤のそのセントラルミッドフィールド、守備的な中盤の底の位置は本田拓也と長谷部に変わってきています。しかし岡崎のプレー見ると、まだ俺は点が取りたいという感じの動きに見えますね。今ラインとの駆け引きをしています。サウジアラビアがもう一人選手の交代、3人目の交代の準備をしています。ディフェンスの4番のムンタシャリが準備しています。香川空いているスペースをよく見ていた。柏木浮かせる、イメージは逆のサイドネットだったんでしょうか、はい、柏木はまだまだアピールしたいという気持ちは出てますね。このプレー今日は本田のいたトップ下の位置に入ってきた柏木です。
香川は依然として今中盤の左真ん中に柏木、右は岡崎、基本的にはこのポジションからスタートして、そしてうまく連動してきている日本です。岡崎今日はハットトリック3得点、そしてフォワード1トップの前田も2得点。このまま終わりますと日本はグループ B のトップに立ちます。岡崎は前田のワントップに対して中盤の右サイドという役割なんですけども、積極的にペナルティエリアの中に入ってきますよね、これがまあ彼の持ち味で、やはりペナルティエリアに数多く入ってこないと得点のチャンスが増えないわけですからね、はいはい、このバランスが今日は良かったと思いますね。ジャーセムです。3番ハウサイ、センターバックのオサマハルビ、この辺りはこのアジアカップをすでに経験しているベテランのプレイヤーたちですが、自分たちの力を発揮できないこのカタールでのアジアカップになったサウジアラビア、サウジアラビアもまた次のワールドカップに向けて立て直しが必要なチームの一つかもしれません。監督が変わりました、協会の幹部も更迭されました。その中で日本戦に臨んだ、まあ、ある種ライバル対決ではあったんですが大差がつきました。45分経過、アディショナルタイム、ロスタイムは1分、もうゲームの流れは変わりそうにありません。日本が圧倒しています。このまま日本終わりますとグループ B のトップ、準々決勝の相手はホスト国のカタールになります。いやすごいゲームになるでしょうね、やはり超満員のカタールのサポーターの前で、はい、これぞアウェーというような戦い、そこで日本のチームがもう一回りたくましく成長してほしい、はい、そういう思いはしますね。日本だけではなくてカタールも初戦は思わしくない結果で終わって、そこから立て直してきた1次リーグです、はい、まあ、カタールの前線もかなり力がありますし、はい、スピードもある、まあ、そういうチームとアウェーの中でやれますからね、楽しみです。試合終了、日本完勝、5対0、西アジアの雄サウジアラビアを下しました。岡崎ハットトリック、前田2得点、一番いい形で決勝トーナメントに入ります日本です。解説は山本雅邦さんです。はい、とにかく前半の入り方で勝負が決まってしまいました、はい、もう立ち上がりの入り、そして早い先制点、まあ、これで一気に流れを引き寄せて、やはり何といっても岡崎が前田に近いところでどんどん裏に出てくる、はい、もうペナルティエリアの中に人数が多くなる、本当にこうアクションの素晴らしさによって流れをつかんだと言っていいと思いますね、今日は勝利と、そしてチームの成長を継続的に狙っていくと話していたザッケローニ監督、そしてもう一つバランスを取りながら勇敢に攻めていくんだという話をしていましたが、はい、立ち上がりから攻めていきました、はい、そういう気持ちがまずよく出てたと思いますし、なんといってもこう裏へ出ていくことで相手にリアクションさせたというところでスペースを効果的に作ってきましたよね、はい、これは良かったと思いますね。素晴らしい2列目の若い選手たちの躍動感あふれるプレー、見事です。笑顔があります。岡崎を称えます。足首を痛めている本田を休ませることができた第3戦でした、はい、これは流れは良くなりますね、はい、次のカタール戦本当楽しみですよ。ただ右サイドバックの内田がカタール戦は出られないということになってきます。今日はそこで井ノ原を途中から使ってきました、はい、まあ、井ノ原が効果的にオーバーラップをして素晴らしいクロスからアシストもしてますし、手応えがある程度つかめた、ゲームのフィーリングつかめたっていうのも45分間やれたっていうのは大きいですね。そうですね、完勝した日本の選手たちがバックスタンド側のサポーターに応えます。吉田も途中イエローカードを1枚受けていたために岩政を使いました。香川はまだ絶好調というところまではいかないのか、まあ、そんな中でやはり徐々に上がってくると思いますし、その新たにスタメン起用された岡崎が3点取ったっていうのはね、チーム全体考えると本当にいい流れですね、これは、はい、楽しみですよ。香川はまだ21歳の若いプレーヤー、岡崎24歳、今日先発の柏木も23歳、若い中盤の選手たちでした。ザッケローニ監督です。放送席、見事に準々決勝進出を決めました日本代表ザッケローニ監督です。準々決勝進出を決めた今の気持ちを聞かせてください。siamo contenti, era uno degli obiettivi, l'abbiamo, questo obiettivo l'abbiamo conquistato
con 7 punti in classifica, primi del girone, miglior attacco, migliore differenza reti, quindi e la squadra sta crescendo perché in queste tre partite è sempre migliorata. そうですね、まあ、まずはあの、まあ、非常に嬉しく思っていますと、それでこのグループリーグ突破するっていうのも一つの最初の目標でしたから、まあ、それができてホッとしてますと、また、このグループリーグを終わってみたらやっぱりあの一番得点も良かったですし、得失点差でも日本が一番良かったということで、まあ、チームも成長しているので、非常に嬉しく思っています。今日のゲーム非常に選手たちが効果的に動いて5対0の大勝でした。今日の選手たちの戦いぶりどう評価されますか？Fatto molto bene. Secondo tempo c'è stata poca partita. La partita c'è stata soprattutto il primo tempo. Sono stati bravi a partire forte, ad andare in vantaggio e a non accontentarsi chiudendo la partita nel primo tempo.そうですね、まあ、非常に選手たちの出来には満足していますと、特に前半立ち上がりすぐに、ゴールを決めて、それに満足せずに、前半ですぐに試合を決めに行った、その件について非常に満足しています。改めて準々決勝、そして決勝トーナメントに向けての気持ちを聞かせてください。オーラ、abbiamo i quarti di finale. Sì, abbiamo i quarti di finale, abbiamo la squadra di casa, giocheremo in trasferta in tutti i sensi, però io vedo la squadra concentrata, vedo la squadra che sta muovendo bene. Mi aspetto una partita ancora migliore, superiore a quelle che abbiamo fatto fino adesso. 次はあのカタールということで完全にアウェーの戦いになるというふうに、完全にアウェーの戦いになると思いますけども、まあチームの出来は非常にいいですし、あのさらに成長したチームを見るのを期待しています。ありがとうございました。どうも。放送席、日本代表岡崎選手です。見事なハットトリックでした。ありがとうございます。自分では、まあ、得点、岡崎選手の非常に持ち味が出た得点だと思うんですけれども、どうでしょう？そうですね、あの裏に飛び出してゴール決めれて、あの狙い通りだったんで、あの、まあ、うまくいって点も決めれてよかったと思います。はい、まあ、あの途中出場が続いていろんな思いを込めての今日は、先発だったと思うんですが、どうだったんですか？そうですね、あのまあ、やってやろうという気持ちもありましたし、コンディションは良かったんで、あのできるっていう自信もあったんで、あの、まあ、その通りにいってよかったと思いますけど、まあ、これが目標じゃなくてやっぱ優勝が目標なんで、あのここで止まらずにやっていきたいです。まあ、いよいよ次は準々決勝、まあ、怪我で松井選手が帰国する、まあ、様々な思いを託されてのこれからの戦いだと思いますが、どうですか？そうですね、あの今チームも一体感が出てますし、まあ、松井さんが怪我して、あの、まあ、落ち込んでる暇もないんで、その気持ちを胸にまあやっていきたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、それでは前田選手です。ファンにとってもご本人にとってもこれ待ち望んでいたゴールだったと思いますか？そうですね、1戦目2戦目と結構外してたんで決めれてよかったです。サイドからを崩すボールをですね、センターフォワードらしいゴールでしたね。そうですね、本当にいいボールが上がってきたんで、はい、チームメイトに感謝です。そして岡崎選手を生かすような今日プレーも見られたと思いますが、ご本人いかがですか？そうですね、非常に動き出しが早いんで非常にやりやすかったです。1位リーグ3試合を戦って、このアジアの戦いの厳しさ、改めてどんな風に感じてますか？本当に気持ちが強くて簡単には勝てないなと思いました。ね、さあ次はいよいよ準々決勝の戦いになりますけれども、チームとしてご本人としてどんなレベルアップ必要だと感じてますか？そうですね、もっと質の高いプレーしてもっとチームに貢献できるように頑張りたいです。はい、お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様でした。では西川選手です。はい、ご本人の中でも非常に厳しいですね、状況の中でのゲームだったと思いますけれども、いかがでした？そうですね、まあ、立ち上がりから、まあ、自分もそうですけどチームみんなが、集中して、入れてましたし、まあ、早い時間帯で点が取れたことはすごく良かったかなと思います。カタールでは珍しい雨というね、このゴールキーパーにとって難しいコンディションだったと思いますが。そうですね、まあ、途中、まあ、雨のことも、気にはなったんですけど、しっかり取れるボールは取って、弾くボールは弾こうと、割り切ってやってたので、まあ、そういった面でも全体的にいい判断ができたかなと思います。
サウジアラビアを無得点に抑えたというのはこれどうでしょう、チームにとってもご本人にとっても大きなものになったと思いますか。そうですね、まあ、個人的にもやっぱりチームとして、ゼロに抑えれた、まあ、この大会まだゼロがなかったので、まあ、日本でテレビの前で、たくさんの方が応援してくれていると思うので、そういった方に、まあ、無失点の試合っていうのを見せたかったので、今日は本当に良かったと思います。さあ次はいよいよベスト8の戦いになりますけれども、どんなところを高めなければいけませんでしょうか。やっぱりもう一発勝負なので、チームみんな、11人以外の選手が、非常に大事になってくると思うので、チームみんなで、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。監督と選手のインタビューをお聞きいただきました。シャットアウトのゲームがなかったので、このゲームに対するやっぱり意識というものをゴールキーパーの西川が語りました。解説山本昌邦さんです。点を取った、しかもシャットアウトで終わった、ここが大きいのかもしれませんね。そうですね、隙なく、そして、まあ、新たにスタメンで起用された選手が点に絡んで、まあ、非常にこう勢いがつくような勝ち方になりましたよね、はい、まずこのゴールが大きかった。前半の8分、遠藤から岡崎へ、はい、まあ、この立ち上がりの畳みかける集中力、はい、迫力見事でしたね。そうですね、そして香川から岡崎、後半の35分は前田から岡崎、反転してのシュートでハットトリックになりました、はい、まあ、一つ前田が下がったところに岡崎が裏へ入ってきて、そこをワンツーで前田が走った相手が引きつけられたところをうまく利用して岡崎が決めた、はい、このあたりのコンビネーション素晴らしいと思いますね。そうですね、松井が怪我でチームを離れる、まあ、今夜このカタールを出るということの予定が発表されていますが、はい、その中で起用された岡崎が応える、そして本田は、まあ、故障といっても戻ってこられるということで休養を取ったんじゃないかと思うんですが、まあ、そうですね、まあ、足首ですから痛みは多少あるでしょうけども、次にまた間に合ってくれればいいんじゃないでしょうかね、はい、そして今日は岡崎、香川、柏木、この3人、そしてその前に前田、こういう形で入ってきましたよ、はい、この若い2列目の選手たち の、個性、躍動感というのは見事だったと思いますね。その前田のこの大会の初ゴール、これが前半の19分、はい、両サイドからのクロスのゴールなんですけど、はい、どちらもワンタッチでクロスが入ってくるんですね。追い越してきた選手の勢いそのままにゴールに入ってきて、前田が前向きのまま合わせてくる、はい、こういうようなサイドの崩しっていうのはもう本当素晴らしいと思います。ザッケローニ監督の話していた攻める勇気というものを見せてくれました。そしてサウジアラビア相手に完勝しました。山本さん、はい、ここからリーグ戦ではなくてノックアウト方式、一発勝負に変わってきます、はい、ここからはやはりもう戦い方も変わりますし、全力を出し切る、その残りの5分10分のところで何ができるのか、そういう激しいゲームになりますから、決勝トーナメントはまた見応え満載だというふうに思います。カタールのアルアヤン競技場、珍しく雨の中で行われました日本サウジアラビア、日本が5対0で完勝して、そしてグループ B トップでベスト8進出を決めたゲーム、解説は山本昌邦さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。